こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。いやー、今年もあと少しですね。もう3分の2が過ぎて、3分の1あと10日でございます。いやー、オミクロン株があれだね、ちょっと増えてきたね。この濃厚接触者っていうんですかね、このところね、東京なんかも急に増えてきてるから、ちょっと心配な感じしますね。まあね、あんまり広がんなければいいんですけど、せっかくね、落ち着いてきてますのでね、まああんまり広がんないことをひたすら、お祈りしたいと思います。まあ年末年始にかけてね、やっぱりなんだかんだ慌ただしいですね。結構年末までぎっしりね、スケジュールが詰まってまして、まあ東京のね、このエスプロの方と、まああと箱根のね、旅館とかカフェとかありますので、まあ行ったり来たりで結構慌ただしい感じですけれども、まあでも慌ただしいっていうのもね、やっぱり忙しいっていうのもいいことだからね、これまた一つの、心の張りでございますね。そんなことでね、まあできればね、やっぱり年末年始くらいはみんなね、少し休みたいなっていう気持ちはありますけど、まあ気持ちはあってもなかなか休めないね。まあやっぱり箱根の方はね、やっぱり年末年始箱根駅伝もあってね、非常に、落ち着いてますけど、お客さんが多い感じしますよね。まあ去年かな、発売した箱根駅伝参加、青春のたすき、今年こそはね、少し頑張って、セールスに結びつけようかなと思ってたんですけど、やっぱり今年もね、その観客の方がね、あんまり、出て、来ないようにというようなことですのでね、やっぱりお客さんを制限している中でね、CD いかがですか、これどうですかみたいなこともね、なかなかやっぱりなんかこうできにくいですよね。だからまあ今度の駅伝もね、今年こそはと、今回こそはと思ってたんですけれども、またちょっと状況を見なくちゃなんないような状況でございますね。まあCD を制作する方とか、それから沖縄の演歌歌手の石原正史、それから三田京花、まあいい状況になってきてるんでね。正史の方はこれから、カラオケバトルの、テレビとか、それからあと BS 日テレの令和歌謡塾とか、それから日本放送の、有楽町で会いましょう、とかですね、いろいろと、入ってきておりますので楽しみでございます。まあ慌ただしいですけど、あんまりね、せがせがしないで、まあできるだけ、ゆったりとした気分で、年末年始いい形で乗り切れたらいいかなというふうに思っております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。